道すがら買った花束を抱えた俺が会場に着いた頃にはそこはもう人でいっぱいだった。中高生くらいのグループから俺と同年代か年上くらいの人たちまで息を白くさせて、それでも楽しそうに並んでいる。この人たちはみんな自分のクリスマスイブの何時間かを雪に会うためだけに使ってるんだ。ステージの上で歌い踊り、そして微笑む雪に会いに来てるんだ。特別な愛情を持って、いろんな自分だけの雪を求めて、アイドル、あるいはカリスマ、自分だけのスーパースターとして、俺はユキの恋人なんて言っておきながら、ユキに対する愛情という面で、ここにいる人間全員に勝っているんだろうか。ノーとしか言いようがないですよね。ここに並んでいる全員に誇れるんだろうか。そしてユキを愛している人間はここだけじゃない。もっと広く巨大なレベルで存在してるんだ。まだアルバム1枚出していない、今夜20歳になったばかりの頼りない女性なのに、こんなにも愛されて人を集めてしまう。そんな中で俺はどんな風に自分だけの雪を考えたらいいんだろう。だからここに来たのか。雪に会いに来た。それだけなんだけど、だけどそれだけなんて決して言えない。これからの俺と雪、正直言ってどうなるかなんてわからない。考えたくなんてないけど、最悪の場合もそれもあり得る未来なんだ。だからせめてこの目にすべて焼き付けよう。この夜も温度も明るさもざわめきも、その中に立つ俺も、そしてステージ上に輝く雪も、俺の目に心に焼き付けよう。そして会場のエントランスは開かれた。薄暗い照明の中、俺は係員に誘導されながら自分の席に向かう。雪がくれたのは真正面からステージを見られる特別席だ。俺はそこに静かに収まってただ待っている。雪がステージに登るの。いつもこんな感じでだからせめて俺は雪を待たなきゃいけない。雪を見続けなきゃいけない。照明が落ちる。演奏が始まる。雪の初めてのソロライブが始まった。たった数時間のライブコンサートはそれなりに華々しく終演を迎え、小さなアンコールをも終えた。一度完全に照明が落ち、そして再び客席の方に黄色い明かりが戻ってくる。俺はしばらく自分の席に座ってぼーっとしてしまった。
新しい夢の途中で不意に朝を迎えてしまった。そんな気分だ。だけど、充足感でいいのかな?に満ちていた。尾形英二の手による舞台演出やライブの構成。一種でいいのかな?一種を凝らした、照明と音響の美術などに圧倒されたというのもあるけど、何より俺はユキに魅了されてしまっていた。恥ずかしい話だけど、この魅力的な楽曲の数々を作り出したのはあの英二さんなんだろうけど、俺はステージの上の森川ユキに釘付けにされた。ユキの歌声、ユキのダンス、歌の間のちょっとした仕草、そういったのもの全てが俺を感動させた。歌と歌の合間のトークは確かにまだたどたどしく不慣れな様子だったけど、俺はむしろその不思議な感動を加速させられた。ユキはもうこんなステージの上でマイクを握るようになってたんだ。ユキが頑張ってるのを知らないわけじゃなかったはずなのに、見てないわけじゃなかったはずなのに。俺は心から拍手を送りながらも、それでもやっぱり少しだけ寂しかった。満足した寂しさ。幕の降りたステージと人がまばらになっていく客席と、ひどく甘い味のするこの寂しさ。俺はただぼーっと座ってる。こんな特別な日なのに、俺がこんな指定席に座っていること以外に、何でもない日常と変わることのない夜。あのステージの向こうに本当にユキはいるのかな?あのステージの向こうでユキは俺の存在に気づいているのかな?次々に席を立っていく観客たち。館内アナウンスが緩やかな退場を促す。そして俺はどうしたらいいのかわからない。ユキに会うってこういうことだったのかな?少しわびしさの混じった感動のまま、仕方なく俺は立ち上がる。舞台が終わったら観客は去らなきゃいけない。その時、あれ、藤井君は観客整理なの?覚えのある声が聞こえてきた。ステージの方からだ。見るとテレビ局で一緒にバイトしてたスタッフの一人が非常口から顔を覗かせてる。そっちまだ早いからさ、ちょっとこっちの方手伝ってくんない?どうやら俺をステージスタッフの一人と勘違いしてるみたいだ。そこで俺は不意に思いついた。もしユキの周りのスタッフがいつもと同じなら、そこに俺が紛れ込んでたからって不審に思う人間は少ないはずだ。どのみちバレるだろうけど、一瞬だけでもユキに会うことはできるかもしれない。あ、すいません、俺他のことやんなきゃいけないんで。俺はそのスタッフに頭を下げて反対側の非常口に駆け出した。上着を脱いでバッグと花束と一緒に廊下の長椅子に放り、わざと無造作に腕まくりをする。俺がテレビ局で働いているところを見知っている人間なら、これで誰も俺のことを怪しまないはずだ。館内の案内板を見るのももどかしく、俺はユキのいるだろう楽屋へ向かって走った。こういう時だけ彼氏ずらしやがってね、本当に悪いやつやわ、ほんま。廊下に楽屋のドアが並んでる。この中のどれかにユキがいると思うんだけど、突然俺の後ろから何か巨大なものがぶつかってきた。おっと、ごめん。お、大丈夫か?ええ。手を差し出しているその男の人、それはエイジさんだった。大丈夫です。自分で立てます。そうか。この人は俺を知っているけど、俺とユキとのことはどの程度まで知ってるんだろう。場合によっちゃ危険かもしれない。俺今から
ゆきちゃんの控え室行くんだけど、藤井くん行くかい？あ、はい。思わず返事をしてしまった。はるかに匹敵するようなのんきな口調で、今日のこの威圧感は何だろう。藤井くん、今日のステージは楽しめた？あ、ええ、もちろん。さっきまでの光と音と空気を思い出しながら俺は答えた。あまりみっともなくないほどに興奮を押し隠して、あ、考えてみればスタッフがのんびりユキのステージを眺めていられたはずはない。こんな風に楽しめた反応など見せられるわけがないんだ。俺、慌てて離れようとする俺に彼は笑いかける。まあいいんじゃない、そんなうるさいこと言わなくたって。はあ、俺はビクビクしながらも彼の後についていくほかなかった。途中他のスタッフの人と出会ったけど、彼と一緒にいる俺をあえて見とがめる者は誰もいなかった。お疲れ、尾形ですけど、ゆきちゃんいます？まるで近所の友達みたいに、エイジさんは控え室の中に声をかける。あ、はい！奥の方から素直な返事が聞こえた。はい、尾形さん、お疲れ様です。あ、メイクを落としたばかりのユキが椅子から立ち上がる。最後の、え？はエイジさんの隣に立っている男、つまり俺に向けられた言葉だ。あれ、トウヤくんどうしてここに？そしてエイジさんに向かって、彼何かしたんですか？何かしたの？今度はエイジさんが俺に尋ねる。俺は慌てて首を横に振る。何かするやつなの彼？今度はユキに尋ねる。ユキも大きくかぶりを振る。ならいいじゃない。あら、俺たちの声を聞き、奥から弥生さんが近づいてきた。まずい。あら、何？いいえ。あ、そう、弥生さん、コーヒーちょうだい。そう言ってエイジさんは弥生さんを追いやるように部屋の奥へと入っていった。トウヤくん、本当に来てくれたんだ。うん、俺は少し照れながら答えた。絶対会いに行くって俺言ったじゃない。うん、嬉しい、本当に最高のクリスマスだね。心が痛い。あと誕生日も。あ、そうだね。言いながら俺は手ぶらでこの部屋に入ってきたことに気づいた。さっき廊下に荷物も花束も全部放ってきてしまったんだ。あ、え、何？トウヤくん。あ、ごめん、プレゼント。気にしないで、トウヤくん。だってこんな風にトウヤくん私のところに直接会いに来てくれたんだもの。私、それだけで他に何もいらないよ。ユキ。なんてね。実を言うと、私も何もないんだ。時間がなくって。ごめんね、トウヤくん。あ、うん。俺の方こそ。どうだろうね、こういう恋愛は。片方はすごくけなげなのに、片方は何かを隠してるってやつ。やめてくれよ。これって両方とも痛いんだよな。裏切られる方も裏切る方も。ステージ絶対見に来てくれるって思ってたから、だから私すごく頑張ったんだよ。うん、すごかった。よかった。ユキの見せるその安心にはどこか不安の影が見て取れた。俺はこんなばっかだったな。相手のけなげさがすごく歯がゆいんだよね。
例えばユキちゃんが隠してるリボンの巻かれた小箱、あれはユキちゃんが俺にクリスマスプレゼントを、なんてことはありえないわけだ。じゃあ不思議だな、あれは一体誰にあげるはずのプレゼントだったんだろうね。ねえ弥生さん、なんだかトウヤ君に改めて舞台のこと言われるとちょっと恥ずかしいかな。え、そうかな。考えてみれば俺はこれまでユキの仕事に関しては口出ししないように気をつけてきた。でも本当最高のライブだったと思ったよ俺。うん、ありがとう。だけどやっぱりその微笑には以前のユキの明るさが欠けてる気がした。心配してたんだ。最近トウヤ君私といる時前みたいに笑わなくなっちゃったから。まあ2ヶ月間まともに一緒にいたことなんてないんだけどな。ねえ、罪悪感えぐいよな。うん、ちょっとなんかめたい話になるけどさ、正直このホワイトアルバム全パート見とる人あと2回だな。あと2回同じ気持ちになってもらいますからね。俺はドキリとした。だから私何か悪いことしちゃったのかなって。ううん、気にしないで。こんなこと言ったからって。ただ私このライブにトウヤ君が見に来てくれたらいいなってそれだけ考えてて、見てもらったらトウヤ君もちょっとは私のこと許してくれるかなって。許すってなんだよ。私ってそれしかできない人間だから。明らかにユキは俺の心が揺らいでいることを察してる。でもまさかその原因は自分の多忙さにあると思い込んでる。そしてユキはうつむいて再び小声で、ごめんね。ゲームセットだな青年。泣き出してしまいそうなユキを前に不意にエイジさんが現れた。はい、これ俺から藤井君へのクリスマスプレゼント。え、エイジさんは俺の手に可愛らしいリボンのついた小さな包みを手渡した。あ、いいじゃないさユキちゃん。ユキちゃんにプレゼントもらえなかったかわいそうな青年への俺からのせめてもの慰めだから、ほらもらっとけよ藤井君。はあ、このピンクのリボン、どう見てもエイジさんの趣味とは思えないけど。何変な顔してるんだよ青年。もらっとけもらっとけ。さてユキちゃん。はい。いきなり呼ばれたユキは驚いて顔を上げた。帰ろっか。は、疲れてるんだろ。尾形さん。ユキの後ろから弥生さんが静かに口を挟んだ。外にはマスコミ関係者やユキさんのファンの方たちがまだひしめいているはずです。もう少しお待ちになってからでないと。でも俺今帰りたいんだよな。遅くなると妹の電話もうるさいし、下手すると変な風に疑われるしな。あユキちゃんも早く帰りたいよな。私別にいつでも。そんな顔しないでよ弥生さん。大丈夫だって。身代わりを先に返した後でゆっくりとここ出ればいいんだからさ。身代わり？そう、身代わり。誰かお手伝いの子に頼もうとか思ってたけど、ちょうど24時間ユキのために尽くしてくれるってのが現れてくれたから。そう言ってエイジさんは俺にいたずらっぽそうな笑いを見せた。俺ですか？クリスマスプレゼントまでもらっちゃったんだ。嫌って言えないよな。やってくれるだろ？初。ああ。自分の希望はともかくとして、今日のエイジさんにはどうにも逆らえない雰囲気がある。俺は思わずうなずいてしまってた。よし、オッケー。
ゆきちゃん、青年にコート貸してあげて。あと弥生さん、つばの長いキャップがあったらお願い。じゃあ弥生さん、ゆきちゃんお願いね。俺はこの青年連れて外の連中と先に帰るから。俺はユキのコートとキャップをつけてエイジさんと廊下に出た。トウヤくん、ドアの隙間からの声に気づくとユキが俺を呼んでいた。どうしたの？トウヤくん、本当にごめんなさい。今日せっかく来てくれたのに。いいよ、仕方ないじゃない。ユキは深くうなずいたものの、何かもっと言いたいことがあるみたいだ。どうしたのユキ？俺が促すとユキは一度ちらりと俺を見上げて、そして再びうつむいた。ねえトウヤくん、正直に言ってね。うん、誰か、トウヤくん、私と付き合う前に誰か好きな人いた？え？ユキの他に？いるんですよね。うん。俺はそっとうなずいた。昔のこととはいえ、それをユキに隠すことはひどい裏切りに思えた。いた。そう思う。でもはっきりそう意識してたわけじゃなくて、だけど言葉は遮られた。そうなの。ユキの悲しそうなつぶやきに言い訳もしぼんでいく。ごめん、俺。やだ、謝らないで。トウヤくんは何も悪いことしてないよ。だってその時はまだ私なんてトウヤくんの何でもなかったんだし。ユキは明るくそう言ってみせる。でもそれがユキの優しさだとわかるから、俺はやはり言葉に詰まってしまう。うん、すっきりした。今まで気になってたから。これもトウヤくんが正直に言ってくれたおかげだよ。辛い思いをしているのは自分なのに、ユキは俺をいたわるように微笑みを向けてくる。痛みなんて少しも感じていないという具合にちょっと首をかしげてみせて。でもその嘘は不意に剥がれ落ちる。あ、透き通った雫がユキの頬を伝った。ユキ自身も驚いたように目を丸くする。ああ、涙は後からこぼれ出てきた。私、ライブが終わってほっとしたのかな。今までずっと張り詰めてたから。そう言いながらユキはハンカチで自分の目尻を軽く押さえる。涙はすぐにステージでの汗の名残と見分けがつかなくなった。でもちょっと悔しいな。もっと昔からトウヤくんと一緒にいたかった。そうすれば少しぐらい会えなくても平気だったのかな。俺にはユキの不安を消してやることができない。弥生さんやエイジさんがおそらく日常的にしているようなことが、俺にはそうする力も資格もない。こんな時思い知らされるんだ。俺たちが二人きりで過ごした時間は恋人と呼ぶにはあまりに短い。俺は果たしてユキのことをどこまで理解しているのだろう。そのことで俺はどれだけ胸を張れるのだろうか。ごめんね、私ずっと自分のことばかりで。トウヤくん、いい人なのに、みんなから好かれるのに、私一人が無理を言ってばかり。本当わがままだよね。
そんなことないよ。俺は無理なんて少しも。少しも、なんだ。少しもしていない？本当に？そう言い切れるのか？ユキと会えないからって、その慰めを他に求めていないか？ユキには弥生さんもエイさんもついていることをどこかで疎ましく思っていないか？ううん、分かってるの。私っていつもこうだから、ずっと一緒なんて、口先ばっかりで。俺たちずっと演じていたのかもしれない。自分たちのあるべき姿を。本当はもっと間近で見つめ合っていたいくせに、相手の中へ立ち入ることをついためらってしまう。そんな風に距離を測っていること自体、大切な人を悲しませることになると気づいているのに。俺が目をそらしていたのはユキからじゃない。それは臆病で自信のない俺自身。おそらくユキもまた。私ね、東也くんが私のこと何とも思ってなくても、私それでも好きだから、ごめんね。やっぱり今日の私って変。いや、たとえそうであってもユキには何の落ち度もない。ユキはアイドルになった今でも俺だけを見つめていてくれる。寂しさに耐えられなくなっているのは多分俺の方だ。ただ私に嘘をつくのだけはやめて。約束して。これが全てだよな。そしてユキはうつむいて沈黙した。俺もすでに顔が真っ赤だった。何も言えそうもなかった。さ、偽物ユキちゃん、行こうぜ。ユキへの返事をする暇もなく、俺はエイジさんの腕に組みつかれていた。ほら、時間がないぜ、藤井君。行こうな。弥生さんも頃合い見て適当に出ちゃってよ。うん、そこらはお任せ。そして俺はそのままエイジさんに引っ張られていく。関係者用の駐車場に向かいながら、俺はユキが訪ねてきたことについて考えていた。東也くん、私と付き合う前に誰か好きな人いた？ユキがそんなことを気にするというのは意外だったけど、それがなぜ今なのだろう。ユキが知りたかったのは果たして過去のことだったのだろうか。本当に聞きたかったのは、もしかして過去は現在につながっている、そして未来にも。ほらほら、ユキちゃん、早く乗っちゃおうね。ほら、急いで。はい。冗談っぽい口調なのに、エイジさんは本気で俺をせかしている。ユキ目当ての人たちを引きつけるんだったら、少しはここにいるってことを見せておいた方がいいんじゃないですか。このクラスだったら顔まではわかりませんよ。それもいい考えだな。言いながら、エイジさんは俺の頭をまるで子供にするみたいにポンポンと叩く。ところで藤井君は背が高いよな。身長何センチ？ああ、そうか、身長差がある。少し恥ずかしくなってエイジさんの車に近づく。グリーンのミニクーパー。そのクラシカルなドアを開けて俺は中に滑り込む。内装もシートの座り心地も全てレトロチックでとてもおしゃれだ。かっこいいだろ。俺の考えを見透かしたように笑いながら、エイジさんも隣に滑り込んだ。浅く腰掛けてくれよ。あとちょっとうつむき加減にな。ちょっと飛ばすけど大丈夫だろ、青年。ごくごく。浅すぎるぐらいに腰掛けて顎を引いているので、不器用にうなずき返すことしかできない。よし、いい男だ、ユキちゃん。じゃあ行くか。まるで楽しむようにエイジさんはギアを入れて車を走らせた。エイジさんはうまい具合に人の群がっているあたりの橋の方を車で走り抜け、そして少しずつ減速していった。俺扮するユキも去ることながら、エイジさんのこのクーパーもかなり彼らの目を引きつけるらしい。そもそもエイジさんマシン自体かなり知名度が高いみたいだ。俺たちを見つけた男たちは
にわかに色めきだって声を上げたり手を振ったりしてる。人気があるな、ゆきちゃんは。ただのおっさんみたいなセリフを吐くエイジさん。ゆきの人気を作ったのは自分自身なのに。青年、ちょっと手を振ってみなよ。え、俺がですか？ファンサービスは大切だろ、ゆきちゃん。はあ。彼らを騙すみたいで気がとがめたけど、俺は少しだけ手を振ってみることにした。ああ、手は出さない。コートの裾から指先だけをこう、ちょっとだけ。エイさんは運転しながらも俺に演技指導を施す。言われた通りにちょっとだけ手を振ってみた。すると彼らは大いに盛り上がり、騒ぎ立てた。それを見てエイジさんは一気に加速してその場を離れた。あれからエイジさんは少し街中をうろうろと走り、そして近くの公園で車を降りた。少し歩くか、青年。ええ。